はいどうもみなさん、こんにちは。アラタです。アラタランススクールやってまいりました。いやーってことですね。ちょっとずれてるけれども。はい、今回はですね、B ファーストスクリームからですね、シュント君のアトザえっと、アテリア、アトリア、アトレアということで、アトリ、アトリエですね。アトリエ見ていきたいと思います。ということで、シくント君また、よろしくお願いしますい。さあ、それではどんなアトリエに実際しゅんと君いらっしゃるだろうと。やっぱり芸大生でしたね。シュント君ね、行ってみたいと思います。レッツラー、ゴーまびかなむさびかな 오, 응, 오, 응. 오, 오, 에이, 오, 오. 悩んでる俺の絵とは何なんだ俺の絵とは何なんだどっこどっこどっこ,こどこどどおーおーパーソナルコンピューターええー、俺の絵とは何なんだ絵の具がもうなんかうわっもう絵の具 が飛び出してきたみたみいなシュンティーの手の中にもう絵の具がう,うわーっていうあれですよね違うけどうん,うんやっぱね髪色がいいですねまずなんと言ってもでこの辺りにたくさんの画材がありますけれどもやはりこう柿に柿に柿まぐって かき殴って掻きまくって着てるわけですね。芸大生ですよ。で、見てください。もう靴にももペイントがねついちゃってますし、あの、このちょっと襟がボロボロっとしてるこのビンテージ感っていうんですか、あの昔から着てますよ。穴開いちゃうぐらい着てる風のデザインのものを選びに行くっていうところですよね。うーん。うーん。これがあーなるほどね星座 なのかしら星座っぽい雰囲気がありますけれどもね。おー、面白いシャツですね。絵の具がこう転がっていて、悩んでるわけですね。靴下が白ってところに僕はすごく清潔感を感じています。こういうところがやっぱり好青年なんですよね、シュンティーね。うん、悩んでいる。いい目線です。そして、おお なんかこの感じでいくと、まあ、昨日のうの颯太君しっかりですけどこのアクティングの要素を結構期待していけるっていうことですかねこれだってなったんですかね絵の具をこれは世界堂で買ったのかなうん「WannaHearScream」おお いやいいですね。いいですね。おーん。描き殴る感じ、すごくいいですね。自分にとって、なかなかない、なかったんでしょうね、しっくりくる色が。この色だ,色だっていうのが見つかった、まさにその瞬間が、ここみたいなところなんですかね。なんか割とこう シュンていすはねいやちょっとあのまあ設定だとは思うんですけども、うん、風景画とかっていうよりかはちょっともうその絵の具を使ってその色で見せていくっていうね僕はちょっと美大の人じゃないんでわからないんですけども何て言うのこういうスタイルをだからこそ多分次の色にもう困り果ててたんですよねこの様子は多分ね アトリエで、あのー、もうちょっと日も陰ってきてるというかね夕方になり始めそうな感じもあるのかしらあいい表情です踊ってるところシュンティのヘアスタイルを見ていつもこのぐらいにしようこのぐらいにしようっていうふうに思ってるんだけどまだ前髪がねちょっとこの長さまでいってないんですよねどうでもいいですね今のはうーん いいな似合うなこの背中がいいですね語りますねうん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 心も心もいい声だな お結局これはどっちなんだ出たのかまだ悩んでいるのか出た色は出たんだけどさらにその上にじゃあ今度何色を塗っていくかをまた悩み始めてきているのかなっていうここで色は一応ついてるわけじゃないですか、えー、でもねこういう色ってやっぱりこう絵の具と絵の具を混ぜなければいけないっていうところですもんね 僕はこの色に関して詳しいことはわからないですけれども、やっぱりもうそこに行き着くまでの葛藤というか、うん、これだけだから試した跡がもうあるわけですよね。ここで転がってるチューブが。うん。いい表情ですね。首もいいですね。 靴はどこだ,なんだろうパンツもね、すごくかわい,、ね、いいですね。いいですねあ、いいですね。おしゃれなアトリエにいてほしいな、本当に。てからもう、これを機に、シュンティアトリエ作っちゃえばいいんじゃないですかね、自分の家に。 なるほど。で、ここがエイリアンさですよね。爪の色的にでもメンバーの誰かなのか、やっぱり社長なのか、どっちなんでしょうね。はい、というところでございますよ。いいんじゃないですかちょっと。えー、もう一回見ていいですかちょっと。 Mm-hmm. いやいいですね。ここの化学骨っていうんですかね。顎の骨ですけども。ここがすごく綺麗だなって思いながらずっと見てました。もう、シュンティの化学骨をたくさんこう拝んで、ずいぶんでも顔シュッとしてるわね。いいわね。もうここもちょっと気をつけなきゃな。もっと綺麗い。というところでございます。皆さんの感想もぜひですね、ちょっとこれ。 芸大生のシュンティにかこれはちょっと葛藤すする芸大生って感じですよ、ね、アトリエか似合うな,なんかこういうアーティスティックなものをその生み出す過程において悩んでいるっていうところと今のそのシュンティーのなんか重なっていく部分みたいなものがあるのかもしれないですしなんかシーンというか人によってやっぱりその表情だったりとか 目つきだったりとか結構異なってくるんだろうなっていうふうに思うのでまあそれで言うとやっぱそうたくんと今回のこのシュンティー比較してみてもだいぶこう違ってますしで思い返してみれば他のメンバーの方たちもだいぶニュアンス違ったよなって思ったんで楽しみですねこれメンバー全員分いいですねスクリームがこういうふうにミュージックビデオだけではないその後のこの トレーラーとして一個一個出てきてこう繋がっていくといいますかストーリーがこう伸びていくっていうところは面白いですね新しい見せ方になってますもんねここら辺ねはいということで明日も期待していきたいところでございますということで皆さんの感想もよろしければぜひ下の方から頂けたらなというふうに思った方でございますよろしくお願いします現場から以上でございますありがとうございますうし,たよいしょつい